田中さんのお弁当のご飯大盛りにしといて。オカリンです、よろしくお願いします。というわけで今回もヨッシー第5話やっていきましょうか。今回はスリルいっぱいお化け屋敷からの攻略です。いきましょう。うわ、サムネが面白そうやねんけど。よし。うわ、なんだこれ、雰囲気が全然違え。多分この石な、発泡スチロールに色塗ってるだけや思うで俺。そうやって作ってそう。あ、何これ。あ、すごい、電球がめっちゃズームで見れる。これすごない。あ、ヘイホーがなんかゾンビみたいになってんねんけど。あ、すげえ、地面から出てくる。マジでかわいい。ほら、え、これ役になりきってるヘイホー、みんな想像してみて。めっちゃかわいない。これここに配属されたから今この兵法なりきってんねん、ゾンビに。めっちゃ可愛いやん。え、一個だけ、あ、こっち、あ、あ、すげえ、俺がゾンビみたいになったやん、地面から。てかこのスキンが完全にミスマッチなんやけど。頭パーリーピーポーへ。あ、入れる、あ、入れた。何これ、あ、動いてる、ポルターガイストや。みんなポルターガイストやぞ、気をつけろ。あ、上から天井、あれ、ライト降ってきた。これはびっくりするぜ。あ、ちょっと待って、上になんかあるんちゃう？あれ？もう降りてこうへん？オッケー。この上なんかある気がする。なんもないかな？はい。ほら、なんかあった。あ？なにこれ？いや、ん？こっちじゃないような気もするけど、こい、あ、これは？あ、降りてきた。え、ちょっと待って。さすがに違うっしょ？あれ？あ、これ上行ったんか。あ、こっちに繋が、あ、絶対上行かない、行かれへんかってんや。なるほど。ならいいだろう。これ撃てるかな？あ、撃てる。セット壊すとか、お前。なんちゅう客や。あ、鍵がいるぞ。え、マジで？あ、鍵あるやん。え、鍵ちゃうわ。え、ヨッシーに鍵が必要、あ、鍵持ってるやん、俺。いつの間にか持ってた。オッケー。すごいね、新しいギミックが出てきた。さて次は、お花がまだ全然ないんやけど。あ、これはミッションだ。ちょっと待って、卵は1、2、3、6個あるな。よし、行くぞ。あ、またショロップ、こっちか。おいおい、よし。んで、あ、やばい、卵なくなる。よいしょ、ナイス。あ、卵ないわ。ちょっと待って、取るまで待って。ほい、オッケー。おっしゃ、1個目、よし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 。他は、あ、中間や、ありがとうございます。次の屋敷へレッツゴー。どう、あ、え、お花ふつ、あ、何あれ、なんかカチャカチャシュールやつおるぞ。ええか、あれ、いけ、あ、普通にいけるやん。あ、あ、なに、なに、え、え、え、あ、びっくりした。取ったら影響に追っかけてくんのか思った。目の前来たら追いかけてくる感じか。なるほどな、これは怖いわ、普通に。次行こう。あ、またいる。マジか。とりあえずこれやって、OK。コインな。あ、タイミング悪い。うわ、うわ、え、なに？死んでんけど。ちょ、そんな。マジか。ダメージ受けるだけじゃないんや、こいつ。おあれ、こいつの移動ルートが分からへん。左はいかんのか。え、じゃあどうやって行ったらいいの？いけるこれ。あ、いけるわ。オッケーオッケー。いや、今の悔しいな。あ、ちょっと待ってよ。あの宝箱取りたいな。これ。あれ、あ、た、うわ、卵ない。マジか。え、こっち来んの？お前、やめろ。よし、これを開けて。オッケー、やっぱり鍵ですね。オッケー、ゲット。もう向こうの、あれも一応やっていきたい。よし。はっ、うわっ、うえ、吸い込み性能がパネーんだが。よし。このステージむずいぞ。オッケー、次行こう。三つ目をおそらく取りこぼしたとして。あ、え、てか卵全部なくな、あ、向こうにあるぞ。はい。あれ、え、ちょっと待って。間二個取り逃してんねんけど。いや、そりゃねえだろ。ちょ、ごめん、さすがに多すぎるから一回やり直すわ。まずゴールさして。とりあえず。もうどこからどこまでかわからへん。え、なになになに、なんか来た、なんか来た。なんか来た、なんか来た。おう。怖え。さて、次は？ほい。あ、勝手、ここ、
あ、登らして登らして、その上、絶対その上やろ、分かってる分かってる、オッケー、あった、よし、あ、これ違う、ということで左にもなんかあってん、ほらこれちゃう、ん、おう、かぼちゃか、あ、手前やこれ分かりづら、手前やった、オッケー、とりあえず全部集めた、ゴールだけ、あ、これやな、ほい、あれ、ほい、オッケー、あれ鍵じゃないの、こうお化け、あら鍵じゃないぞ、どれや、上の天井がなんかグラグラしてんねんな、あ、階段があった、おー、すいません、机の下からお邪魔します、家族団らんのところ申し訳ないです、あ、左行ける、こっちが正解か、あー、またあれか、厄介だな、あれが鍵っぽいね、バレへんかな、あ、向こう行った、よし、いや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 きついきつい、こっち読んで右の扉から来るって感じやろうな、オッケー来た、これでこっちょっと待って、急いで急いで、ナイス、よいしょ、ほい、これが鍵、オッケー、ナイス、いただき、よいしょ、オープン、これでおそらくクリアかな、あ、なんや、うお、まだ追ってくるか、お前まだやり、え、なんかダメージ食ろてんけど、何やつ、よし、ゴールでーす、ここのお花がこれが4つ目やろ、え、そもそも俺も1個目まだ見つけられてないねんけどあれどこやった、ここの家庭に3つもある、ここ、あ、宝箱ある、これこれか、あ、これや、あ、お化けか、あ、時計が動くぞ、あ、出てきた、これか、これや、なるほど、オッケー、あとは青コインのあれだけですね、オッケー、よし、行くぞ、タイミングだけ合わせて上行って、よしよしよし、オッケー、簡単、あとはゴールするだけです、よし、次行きましょうか、チャレンジヨッシーサーカス、なるほど、ここが最後、花は5つ、今回何するゲームなんでしょうかね、はい、始まったよ、あ、なんかくぐれってことかな、時間は30秒、今回えらい短い、15000点、そろそろ3つ取りたいところ、え、簡単ちゃうのこんな、ほら取る、あ、ちょっと待って、下や、危なっ、あ、時間こうやって伸ばしていけってことか、なるほどな、敵を倒しても意味はなし、よし、なに、なに、おお、おお、すげえ、おお難しい、これこれ面白い、オッケー、掴んで、お花、なんで、なんでなんでなんで、よいしょ、ここナイス、ほんでハートも取りつつ、上だなこれ多分、あ、え、なになに、なに、あ、え、そういうことか、そういうことか、2つ重なってるところに入りたいところ、取らして取らして、ほい、危ない、どけろ、ほ、ここ、この上やな、よいしょ、残り23秒、なるほど、1個取るだけでかなり時間増えますね、よいしょ、あ、お花やな、あれ取りたいな、こっちからか、よいしょ、よし、取った、残り10秒、ちょっと待って、タイマーください、ナイス、ほ、入って、よし、ナイスタイミング、いいね、次は上、入れる、あ、入れた入れた、あ、上かこれ、ほ、こいつ踏まなあかんのか、よいしょ、ちょっと待って、あれ、ここか、あ、バネがあんのか、それぞれ、やばい、タイマーない、あ、タイマーあった、ナイスほんまギリギリやな、おい、ちょっと待って、捕まして捕まして、逃げんとって、俺から、オッケー、ここ3つあるよ、ほい、いいね、最後のフィーバーゾーン来た、あ、やばい、1個取り逃した気する、気のせいか、いや、1個取り逃してる、あれだけ取らせてくれ、頼む、よいしょ、ナイス、15000点、これで無事、ゴールだけ、ゴールだけさして、よいしょー、イエーイ、いや、初めて最高スコア叩き出せました、やったね、よーし、このワールドもクリアかな、次行きましょうか、右が確か、黄色のね、
意思があるんで右に行きたいと思います。オーシャンランド、あ、いいやんいいやん。あれ、てか俺のスキン消えてんねんけど、いつの間に。スペシャルフラワーが10個あればな。あげますあげます、どうぞ持ってけ泥棒。よし行くぞ。あら、水がすごいわ。常夏の島って感じ。あ、ナッツお猿さん。これ自分何するキャラやったっけ。確かお猿をさ、後ろに卵みたいに持っていけるはずやねんけど、どうやったっけ、持っていけへんかったっけ、忘れてしもたな。いやー懐かしいな、泥のステージで。あ、カニ、お前ナッツこのキャラ好きやった俺。今ケイトになってもうてますやん。ケイトかそれ、なんか汚いケイトやな自分。あー、いい、懐かしいなー。あ、上ある、これあるんじゃない。あ、お花、いいね、逃しませんよ。お猿についていったらいいんかな。あ、せや、このテポドン落としてくるやつな。おったおった、あれお猿死んだくね。仲間の猿に倒されたぞ。なにこれ、え、お前なんなん、ポチみたいなこと。え、行っていい、変なことちゃんとってや。ほい、お、空気砲、あ、空気砲で進ませるんだ。あ、手振ってるやん、当てられへんか、ダメか。あ、なんかお宝持ってるぞ。ちょっと待って、お宝持ってる。ほら、あ、ちょ、なんやねんお前、くっそ。あ、でもいっぱいお宝持ってるわ。レアではなさそう。あ、お花ある、ちょ、あれだけ、ちょ、あれだけ取らしてって。あぶな、ほら、オッケー、危ない。もうハート1やから俺、あとワンパンで死ぬんやけど。おあかん、コイン手に入らんかった、無意味に兵法を倒しただけやった。オッケー、中間、いいね。後戻りでき、あ、お前陸に来てもうてるやん。後戻りできひんから、しっかり見つけていかんと。ここ、あー、くそ、踏めへんか。あ、お花あるやん。あー、カニさんか。カニさん卵当てたらどうなんやったっけ。あ、ただのカニになった。えらい可愛いになりましたね。あ、3つ目、オッケーオッケー、はい、オッケー、ハート、ありがてえ、そのハートはありがてえ。下かな、オッケー。あ、あの下絶対あるぞ。あ、ほら、え、2発当てたら倒せる。あ、倒せるわ。なんだこの上、どうしよう、なんか落ちてくる。あ、バネ落ちてきた、ナイス、ほい、よし、お花ゲット、4つ目ですね、いいね。さあ、ここのテポドンゾーンをうまく越えていきたいところ。いや、この下なんかあるぞ。いや、ないか、ここ空洞できてる、ほーら、あった、はい、オッケー、危ない、ナイス、5個目、間隔狭。右下は、ほい、こっちからは行かれへんか、一応入っとこう。あ、この下なんかある、行かなきゃ行かなきゃ。え、めっちゃいるねんけど。あ、卵補給ポイントあるわ。おら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 、オッケー、そして中間、ナイス。あ、このさ、カニ見てや、これストローの両端をさ、こう切り込み入れてカニにしてんねんで、すげえ、その作り方は思い浮かばんかった。あ、またあれちゃん、え、あ、久々にパーツ集めてこいって。カメック何もしてないのに壊れてんの、マジか。あ、3つもあるやん、危な、これどれかが当たりってこと。一応全部壊す、おい、あ、全部外れや、なんだ。あ、タコさんウインナーいるやん、そこに、あれ壊せへんか、手前来て。あ、いや、カニは倒さんでいいよね。あ、あった、いただき、よし、この兵法怪しいぞ、コインか、よっしゃ、下に行ってみよう。あれ、もう一周回る、あ、あそこにあるやん。え、カニじゃないよな、これよな、オッケー、空気送るやつに入れて、うわっ、危な、オッケー、オッケー、できた。多分あの大砲でさ、花どっか撃つんじゃない、違うかな。あ、ほら、大砲2箇所撃てるもん。ミニゲームが始まったぞ。どっから出てきやがる、絶対逃さへんぞ。あ、敵の船や。あ、これ、こっちが手前か。ほっ。オッケー、ナイス。他は？あ、次、奥や。奥で、あ、岩に隠れてやがるな。ほい。よし。これどうしたらいい？あ、ダメージ受けへんの？無敵や、俺の船。お、なんかいっぱいおるぞ。ほっ。これ、ほんまに気囚われるから、海賊船に。絶対、来るで。花が、しれっと紛れ込んできやがるで。やばい。あ、
あ、やり損ねた、やり損ねた。あ、なにこれ、めっちゃでかい船おるぞ。ボスやん。ほい、ほい、何発撃てばいいんやろ。ほい、あ、もう、これできたよ。危ない。あ、お花、ん、あ、お花取った。ナイス、いいね。あ、無事到着しました。というわけで、ゴールです。完璧。いや、スーファミ時代のペンギンといえば、投げれば戻ってくるブーメランみたいな球やったんですよ。それ、今回もできるかな。ツルツル冷え冷え氷の海。よいしょ、始まりました。あー、綺麗なステージやわ。あ、ペンギン、あれ、食べられへん。マジか。あ、滑ってる。かわいい。あ、おい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 。あ、奥のペンギンとかかわいない、あれ、バケツで。俺のためのステージやん、これ。このペンギンはかわいくないかな。ちょっとごめん、この奥の目が白目向いてるやつ、あれはちょっと気絶してもうてるね。お、踏める、いいね。あー、そう、めっちゃいい。ほら、滑ってもうてるやん。これ当てれられるかな。あ、当てられる、いいね。この紫のやつとかもう砂糖菓子みたいやもんな。あ、つらら落ちてくるぞ、気をつけろ。あ、壊れはしーひん。ほんで上あるぞ、ほら。どっちから行くんや。左ではないよな。右側からですね。オッケー、ここから左行きましょう。よいしょ。あ、ないわ。さて、この上はペンギンがめっちゃ多いな。あ、これ手前や。ほら、左は、あ、なんかある、なんかカップで覆われてる、これ。え、釣れる、釣ってな、お前、釣れよ。オッケー、うまいよ、お前、ナイス、ようやった、ようやった。よし、右行こう。ほい、あ、弾け飛んだ。あ、なんか白クマや。あ、ここ次来るんちゃう、傾けたら。ほら、いいね、乗っていく。あ、これはどうやって取るんや。あ、白クマをまず右にやっ、あっ、ぶな、右にやって、その間に取りに行くといいですね。あ、5個しかないぞ、今回めっちゃ少ない。多分ステージの雰囲気を楽しめってことやろうな。あら、これヨッシーのボスでいたよな。1面か2面かで、1面か。え、今こんな形になってるんやな。あ、あ、入れろってこと、これ玉入れ。なるほどな、左にちょっとやって、右に行け、落ちろ。ダメか、卵で押せるかな。いや、卵で押せ、あ手で押せるわ。卵で押せへんかったけど。ん、あ、これで乗れるってこと。あ、あ、焦げる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 、いいぞいいぞいいぞ。おお、なんかありそう、ない、ないな。こことか、こことかないですか。もう一個置くかな。あ、あれあるぞ。あれ、当たらへんかった。あ、あ、噴水出た、噴水出た。ここにもないですね。うん、怪しいな。奥のカニは何もないでしょう。あ、もうついてしもた。あれ、ありそうなんやけどね。てか登られへんねんけど、これいや、ここに乗ったらさ、ほら、勝手によし回しよるからさ、乗られへんねんけど。え、どうやって乗ったらいい。よいしょ、オッケー、乗った、ナイス。これは、あ、クジラや。完結戦ではないのか。いやー、あ、すげえ、これ壊せる、壊せへんな。取り抜かしてる気がしてしゃあないんやけど、これ敵なんていうか。あ、飛んでいった。あ、見て、コイン持ってる。あ、しかもダメージ食らわへん、これ。弾き飛ばせる。じゃあもう完全にこのワールドは、あれじゃない、平和なステージじゃないか。あ、自分から押していった。お疲れ様。よし、これいくぞ。ん、全員撃てばいいのか。ほい。ほい。ほい。あ、マジか。メダル取ったらいいんか。メダルか、オッケー、ナイス。これはやっぱり4つ目よな。いや、3つ目がここやろ。この間に何かあったかな。一応オブジェクトには結構当てて、当てててんけど、さすがにカモメではないと思うねんけど、ここ出してしもたからかな。多分出さずに来てたら、あのハテナが出て取れたみたいな。あ、あ、ちょっと待ってよ、これ撃てるぞ。
あ、ミスった。この中にあるのか。ほい。え、飛ばへんねんけど。なにこれ。ヒップドロップでもなんもないしな。なんや、どうしたら出るんや。あ、出た。なるほど。あ、ちょっとお花取られへんねんけど。お花取らして。オッケー。ほ、あ、最後これですね。了解。ぽい。ほい。最後は綺麗に全部集めて終わらせましょう。おー、急げ急げ急げ。ほい。よいしょー、ナイスー。さあ、これで完璧でゴールです。あ、イルカや、かわえ。絶対これなんかスポンジよな。ゴール。よーし、よし、これで次出ました。お、0円セールやってるぞ。あ、浮き輪のあれか、イルカじゃないのか。クジラの方がいいな、ここで言うたら。え、200円もすんの。マジか、たっけ。10連ガチャ回せへんやん。緑か、ちょっとイルカだけ出したい俺。 OK、 5回で1000円でお願いします。1000円で金、赤、赤2個。 OK、 赤出るんじゃない。 OK、 どんぶりセット。あー、海賊船。 OK、 くじれてた。よし、次行きましょう。ここがおそらく黄色のあれね、プリキュアがあるところですね。20個、めっちゃ多いな。どうして君はここに。ちょっとプリキュアになる夢叶えようかなー思って。ビーズを探してここまで来たんだ。うん、そうですそうです。そういえば海の上を玉乗りしながら探し物をしている子がいたな。あの腕前じゃペンギンにも笑われちゃうよ。誰やろ。君ならもっとうまくできるよね。あ、これが、あ、はてなや、ここが黄色の石ですね。よし、行きましょう。お、あ、やっぱりボスこいつなんや。カップケーキみたいになってもてるやお前。嘘。え、パンツやからな、みんな。あの島々。みんな何を想像したか知らんけど、あれパンツやからね。お、見て、この青色とクジラめっちゃマッチしてるくない。そこのヨッシー、待ちなちゃーい。あ、プールによくあるあれやん。ビーズ探しの邪魔はさせないでっちゅー。危ない危ない、落ちるで。坊ちゃんも危ないですぞ。気ぃつけや。こけるでって。あかん、見て、ヒヤヒヤするわ。どうだ、僕の玉乗りの腕前は。おや、僕よりうまく乗れまっちゅか。どうしよっかな。乗れる、乗れるよ。乗れるよ。なーに、生意気な。あ、落ちた。ぼっちゃまあ、ああ、セバの焼ける子供やね。ヨッシーのせいでちゅ。俺のせい、人のせいすんなお前。あ、ヨッシーちゃんも海に落としてやりますぞ。あ、玉の上で戦うんかな、こいつか。え、どうなんねやろ。デカなるだけかな。あ、あ、でっかいパンツ。あ、中からなんか出てきた。何あれ。あ、膨らんだ。ビニールボールっていうか、あれやん、ビーチボールやん。あ、でかなった。カービィみたい。カービィのパチモンやん。あ、ほらほら、パンツ。あ、ケツ穴開いた。下品になった。あれ、元からあんなったっけ。わあ、でかいな。かわいい。ボールどんぶり。はあ、あ、どうやって倒そうか。あ、めっちゃ衝撃波でも来るんかな思ったら、ポヨンって言うてるやん。あ、え、なになに。ピピー言うて。ペンギンや。これで滑らせたらいいんか。あ、相撲しろってことか。なるほど。オッケー、これでヒップドロップを一発かましてやるといいですね。オッケー、攻略法が分かったぞ。あ、なんかちっちゃいミニ丼来た。あ、 50m 走やちゃうか。泳ぎすらせえへんのか。お、やばいやばい。え、どうしたらいいの、どうしたらいいの。うわー、危ねえ。もう一回来るんちゃう、来おへん。あ、ペンギンタイムや。ほっ、よいしょ。 OK、 ナイスー、ドーン。さあ、 50m 走のコーナー来ました。右端から3連打2連打決めてまいります。私飛ばされました。どこに行ったんでしょうか。ヨッシーさん帰ってきました。さあ来いよ。お、あ、
やばい、衝撃波や。え、やばい、卵がないから。やめろ、お前。やめろ。めっちゃ飛ぶやんけ、それ。あ、ちょ、チャンス。え、取られへん、これ。ぽい。もう一個。よいしょ。ナイス。よいしょ。あー、懐かしい、この飛んでいく感じ。無事クリアです。あ、パンツだけ浮いてる。誰？あ、ペンギン？あ、違うわ。うわ、パンツから出てきた。しかも黄色って、お前やめろよ。パンツから黄色って、お前なんか汚いやんけ。あ、うわ、またお前横取りマン来た。せめて茶色着てや。また緑て。ああ、ありがとうな、ここまで迎えに来てくれてな。いやー疲れた。今日も俺がボス倒してきたで。オッケー、2個目集めてきたからな。よっしゃ、この調子でまた集めてくるわ。コテン。パンツめくれた。おもろ。はい、というわけで今回はこの辺にしておきましょうか。キリもいいですしね。次回は、ここを上に行くところからですね。忍者ランド。なるほど。次上に行って赤のビーズ行こっか。赤のビーズ行って、でその次で紫のビーズ、そして次のマップへ行きたいと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしければお付き合いください。それではまたね。バイバイ。